チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもマジかですね。面白いです。はい、K of Z こと、コズです。今回はね、こちら、スマホをご紹介ではないんです。はい、今回はね、ちょっとね、私のチャンネルのオリジナルスマホケースを作ってみたっていうのでね、ちょっとそれをね動画として、ご紹介したいと思います。まあ、どういう感じで、作られたかっていうとね、まず、これ自体は、iPhone7Plus です。 iPhone7Plus ってね、あのね、ケースが少ないんですよ。主に iPhone7 が主流なんで、もう7 Plus になるとね、もう大きい、サイズが大きすぎるのかわかんないけど、なかなかいいね、こうケースがないんですよ。種類も少ないし、多分7の半分ぐらいか、3分の1ぐらいかっていう感じに少ないんですよ。なので、こちらオーダーメイドで、作っていただきました。はい、で、出来栄えとしてはね、こういう感じですね。はい、わお、かっこいい、ジガジさん、いやー、いいね、この狼の遠吠えと、あの自分ね、あの動物の中で一番好きなのって狼なんですよ。はい、それを、こうね、ロゴみたいにしてるんですけども、で、KOZ、はい、このデザイン自体はね、自分が、作って、それを送って実際にケースにしてもらったっていうやつですね。実はね、これが、ハードケースになります。実はね、もう一つ作ってます。それがね、手帳型です。はい、こちらも同じですけども、こっちは思いっきりチャンネルのね、アバターズがね、あれになってますけどね、コズの趣味部屋。はい、で、反対側はどうなってるかっていうと、はい、コウ&チェリーチャンネル、はい、もう一つの、ゲーム実況チャンネルの方ですね。はい、そちらの、チャンネル名も登録してるんでね、開けるとね、こう二面性があるっていうね。はい、コズの趣味部屋とコウ&チェリーチャンネル、皆さんね、ぜひご登録いただければと思います。はい、まあね、結構作りもね、しっかりしてるんですよ。ちゃんと、カード入れもあって、ここはね、プラスチックですけど、で、オールタイプですけどね。で、ちゃんとこう、マグネット式です。はい。まあ、フェイクレザーですね。材質は。はい。こういう感じでね、今回、私のオリジナルチャンネルグッズ作ってみました。まあ、それなりの金額はしてますけどね。はい。なので、まあね、皆さんにはどうでもいい話でしたね。ということでね、今回は、まあね、自分のオリジナルグッズの自慢というチャンネルでした。はい。まあね、本当にこの2チャンネル登録ね、よろしくお願いします。はい、ではね、今回はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。